習チャンネル。1年9ヶ月で退職して、その後業務委託で上場企業に売却した先輩の会社のところで働かせてもらい起業という流れです。新卒の人たちがこれから就職先を選ぶってなった時に、ウェブ系のベンチャーおすすめだよって話をいろんなところでしてる中で、梶川君も当時ウェブ系のベンチャー選んだじゃないですか。やっぱそういうキャリアっていうのは、大手に行ってないから比較はしづらいとは思うんだけど、実際おすすめなんですか？もっとこうすればよかったとか逆に反省があるのか、プラン B を選んでよかったなと思えるのか。反省というか、もし自分が学生になったとすると、もっと会社の業績を見て選ぶと思います。利益が出ている会社とか、今赤字を踏んでこれから利益を出そうとしている会社かとか、会社のフェーズによって与えられる裁量って結構変わってくると思うんで、会社自体の業績を分析した上で、自分が一番成長しそうとか、あとは自分が合いそうな業務がこれから伸びそうとか、そこ考えて選びます。なるほど。成長できそうっていうのはどういう環境が成長できるっていう話になりそうですか？自分が関わることで業績を伸ばせそうっていうところが、結果的に自分の成長が待っている意味合いです。だから成功体験が自分を成長させるっていう話だよね。そうですね。要は伸びる会社に行けっていうことだね。成熟してる会社よりかは、どんどん拡大してる会社にいた方が、成長にあたってどんなスキームをしてるかとか、どういう戦略取ってるかっていうのを間近で見れるから、自分のものになっていくと。プラン B 自体は伸びてたのかな？プラン B は伸びてました。じゃあそういう視点で就活はしなかったけど、結果ラッキーで伸びてたっていう。そうです。たまたま運良かったってことだよね。運が良かったです。梶川君は常に仕事だったり働き方だったりとかっていうのを語るときに、レスを早くとかそういう労働者としてのマインドっていうよりは、事業の PL がどうとか常に経営者目線で話すっていう印象があるんだけど、見てる人はみんながみんなそうじゃないから、事業の成長がとかってそんな話されても多分ピンとこないですよ。確かに、そうですよね。僕もそうだ。まあいいけど、そっからじゃあプラン B やめて、そこの経験が結構生きた状態で独立して起業して、ちゃんと EXIT っていうところまでは持っていけたわけじゃないですか。起業家のステップとしてやっぱりそこがファーストステップみたいな感じで自分の中では捉えた感じなのかな。そうですね。それはどんな感じで設計してたの、自分のキャリアを？キャリアとしては、強くてニューゲームっていう状態が自分の中では一番フィットしてると思っていたっていうのがまず一つです。強くてニューゲームっていうのは、ある程度の規模の事業を作り M&A 経験することによって、キャピタルゲインもそうですし、売却したところで親会社と一緒に経営会議をし、自分の経営スキルを高めていくっていうところができた段階で、また新たなニューゲームをすることが、今の日本においては一つのやり方としてはいいのかなって思ってたっていうのがあります。見てる人はいまいちピンとこないかもしれないけど、要は初っ端から1000億円企業を1社目で作るっていうのはむずいから、まずはスモールビジネスでいいから成功体験をして、その成功体験が超格上の人たちと一緒にする機会だったりとか人脈だったりとかっていうのを拡張させてくれるから、それでキャッシュとアセットを手にして、30代は自分の本当に興味ある領域とかでドカンと仕掛けるみたいなのは、一つの起業家のロールモデルにはなりそうだよね、これからね。やっぱ最初からね、どでかめの企業をファンド入れてガチガチな状態でやるってなると、結構制限も多いしね。そうですね。難しいだろうね。だいぶ負荷かかると思います。出口を求められるしね。そういう意味では28歳っていう若さで大金を今手にしたわけで、ちょっと銀行のネットバンクの人に見せておこうで、それをもとにこれからあんまり制限がないような状況で、投資先もいろいろ自分で選べる状態で、新しいニューゲームをスタートできるっていう感じかな。そうですね。まだ何やるか決めてないの？ざっくりとしか決めてなくて、今は M&A でジョインした会社でしっかり業績を上げて買ってくれた方々に対しても、買ってよかったなと思われるように取り組みたいと思っています。なるほど。神戸大のお金持ち界隈言うならば、20代で株元以上にお金持ってる人ゴロゴロいるわけじゃないですか。なんであんなになるかって、やっぱ成功者は成功者でつるんで成功スキームを共有し合ってるからなんですか？それももちろんあると思うんですけど、ベースの基準が高いのかなとも思います。仕事をしている時以外も自分の事業とか仕事のことについて考えていたりとか、意外と土日もストイックにみんな働いていたりとか、目指すところが高いんで情的にそうなるかなと思うんですけど。確かに土日どころか平日すら働かず、飲みの場ではゴルフの話ばっかりしてる某社長とは違うね。そうですね、全然違います。川本さんは最近ゴルフやりすぎで、事業家として何か世の中を変えたいみたいな強い意志があんまないんで、ちょっとそこはもうちょっと出してほしいですね。あるよ。あります。秘めてるんだよ。ゴルフしながらが一番考えられるんだよ。まあそれは冗談ですけど、おっしゃる通りですね。世の中変えたいっていうか、自分がこうなりたいっていうのがやっぱ強いかもしれないね。川本さんベースやっぱ賢くて、事業への理解がすごい一般の人より早いで、抽象化して違う事象の時に、あ、これがこうだったからこっちだこうだよね、とか、そういう思考のスピードはすごい速かったりするんですけど、最近ちょっとお金持ちになり、ちょっと浮かれてるかな。浮かれてる？反省だわそれは。別に浮かれててもいいと思うんですけど、やっぱり起業しているようなタイプはもっとガツガツしててほしいというか、次この事業てたいんだとか、次こうなりたいんだみたいな、常に失敗しつつも前に走り続けるみたいな、それは最近弱なってきてるんだなみたいな。マジですか、それは反省っすね。反省してください。でこの間飲みの時も言ってきたよね。ガチフィードバックしました。うちに秘めてるものが足りねえっすって。あとは褒められたがり。俺のこと褒めてみたいな、それが強い。山本にも言われるんだけど、要人格改善ですね、そこは。大学生だとインプットする企業が、いわゆるインターンがすごい有名なところとかの IT ベンチャーになってくると思うんですけど、もう全然それ以外で小さなところでも利益たくさん出ているところとかいっぱいあるんで、その辺も情報収集しようとした方がいいかなと思います。なるほどね。まあしょうがないけどね、行きがちなのはもうそれが会社の戦略でもあるしね。広告費を使えば使うほど予算臭いとか、広告費めっちゃ使ってんなっていうところまで察することができるようになるレベルに進出の時はまだないからね。特にさ、ウェブマーケットとかやってるとさ、リスティング広告出してるとすごくクリックしてしたくなくなったりとかさ、あるじゃん、そういうの。あります。それって多分職業病みたいなところもあって、普通の人は別に広告だろうが SEO の1位だろうがあんま関係ないからね。でもそういう人事だったり広報だったりとかっていうのに力入れすぎてるところって、実はそんぐらいやんないと人が集まんないことの裏返しであるところもあったりするからね。そこを見抜けるようになると、よりいい企業が見つかるっていう話なんだけど、じゃあどうやって見つければいいのかっていう具体的な策は別にないよね。ないですね。広告費とかお金使って出てる情報じゃないので、自分で掴みに行くしかないですね。だって広告使わなくても人集まっちゃうから困ってないんだもんね、そういうところはね。はい、大企業とかだとまた別だけど、いいところって大体知り合いがまた知り合い呼んできたりとかして、要はリファラルで成り立っちゃったりするから、一番いいのはオフラインの場とかでもいいから、どんどんいろんな外に出てって、人脈じゃないけど、いろんな社会人とつながっていくと、だんだん見えてくる部分はあるかもしれないね。例えば東京大学の学生欲しいから、本郷に拠点を置いてる会社とかもあったりするんですよ。そういうのとかも賢いなと思ってて、インターネット上では全然認知ないですけど、東大生はみんなインターン生そこ来てるみたいな。最近学生だけどバリバリやってる人増えた印象があるんだよね。あります、僕もあるよね。はい、俺が学生の時にベンチャーでインターンってやったらさ、めちゃくちゃ意識高い系みたいな感じの扱いだったけど、今結構普通になってるよね。そうですね。しかもコロナもあって学校みんな行けないから、その間コミュニティが社会人の方のコミュニティに属してる大学生が増えてきてて、だからみんな当たり前にビジネスの話ペラペラするようになってきちゃってるよね。だけど差が開いてる印象なんですけど、俺はね、もう学生とかかる機会減ってきてるけど、梶川とかさ、 IT の起業家とか EXIT 界隈って、そういう学生とめっちゃ一緒に仕事するんじゃん。そうですね。増えてるよね、絶対ね。絶対増えてると思います。あとはもう学生で何でもできるエンジニアさんとか多いなって印象あります。そういうのを狙っていくと、おのずと成功者とのつながりも増えて、資産が上がり、自分が引っ張り上げられる確率も上がるみたいな感じですかね。そうですね。学生の立場使うならおすすめするのは、やはり小さい規模のベンチャー、スタートアップとか、結局また就職できるんで、その後やっぱ自分は大手が向いてるであれば大手行ったらいいですし。ということで、先ほど即産サロンでも実際に梶川が直近でやったメディアの構築の仕方と M&A、 要は売るところまでの注意点だったりとか流れっていうのを赤裸々に話してもらってるんで、そちらももしご興味ある方はご覧いただければなと思います。ということで、梶川さん、最後ここからどうしていくんですか？イーロン・マスク。こっから1000億企業とかは狙っていきたいなと思っています。俺1兆。はい、ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。